けじくじく。はい、どうも、かけじくじくの野村です。さあ、今回は大阪の日本画についてお話しさせていただきます。ということで、やってまいりました、大阪の日本画2023年上半期注目の美術展ということで、1月から4月ぐらいまで大阪でバーンってやった後、それをそのまんま東京に持ってきて、4月から6月ぐらいまで東京で行われますよっていうことで、本当に上半期ぶち抜きの、超注目の美術展というのが、こちらの大阪の日本画になります。で、何がそんなに注目なのかっていうと、初めてっていうことなんですよ。初めて。何が初めてかというと、まあ、この展覧会なんですけれども、企画元っていうのが大阪の中之島美術館っていうところなんですね。で、この中之島美術館っていうのが、できたのが去年なんですよ。はい。2022年、出来たてほやほやの美術館が、中之島美術館で、今年が2023年が1周年になるんですね。1周年。なら、まあ1周年やからね、やっぱお祝いムード高まるじゃないですか。なんかお祝いの企画やらなあかんなということで、じゃあせっかくやるんやったら、大阪でやるんやったら、まあ大阪にフューチャーした展覧会っていうのをやったらええんちゃうかっていうことで、大阪の名画、浪速の名画をギュッと集めた、展覧会が、行われますと。で、今まで大阪のこうね、名画を集めた展覧会というのは、まあ、ちょこちょこ小規模っていうのはあったんですけど、こんなに大々的にバラエティに富んだもんで、ガッと集めてやるっていうのは初めてなので、今回の展覧会見ていただくと、大阪の美術の歴史がわかると言っても過言ではない。まあ、それぐらい注目の展覧会なので、ぜひね、最後までこちらの動画をご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。近代大阪画壇攻略の4つのポイントということで、大阪画壇、大阪画壇って言いますけども、まあ、大阪の絵の世界ですね、業界ですけども、日本美術史の中でそれが注目度を高めてきたのっていうと、近代以降だと私は思ってるんですね。近代以降。だからまあ、明治時代以降になりますね。だから江戸時代ぐらいまでも別に絵師が全くいなかったかっていうとそんなことはないんですけども、著名な絵師はいたんですよ。いたんですけども、やっぱりね、単品だったなっていうイメージなんですよ。まあやっぱチームになってないな、なんかカラーは出てないなみたいな感じだったんですね。それがだんだんまあちょっと集まって、なんとなく大阪のカラーみたいなのが出てきだしたなみたいなのが、近代以降かなと思いますので、今回の展覧会っていうのも、まあそこに注目して、近代以降の大阪の浪速の名画っていうのを集めている展覧会になります。じゃあその近代以降の浪速の名画を攻略するのには、4つポイントがあると思うんですよ。それをね、順番にご紹介したいなと思います。まず最初の攻略ポイントが美人画ということで、この当時大阪っていうのは美人画がめちゃくちゃ人気あったんですよ。はい。じゃあそれのパイオニア誰なのかっていうと、北野常富っていう絵師になりまして、この人が大阪画壇の美人画を作ったと言っても過言ではない。まさにそういったふうな、絵師になります。はい。この人のね、じゃあどんな美人画だったのかっていうとね、めちゃくちゃ特徴的で、ちょっと尖りまくってたんですよ。はい。当時画壇からなんて言われてたと思います？画壇の悪魔派っていうふうに言われてたんですよ。どういうことやないね、悪魔派。怖いなって感じなんですけど、別に悪魔を描いてたわけじゃなくて、これっていうのは、ちょっとね、大敗的な雰囲気をまとう女性を描いた画風だったんですね。まあ普通ね、美人画って言ったらなんか綺麗な感じの、可愛らしいのを描いとったらええんかなと思いますけども、ちょっとね、まあ影のあるような感じ、そういったのを描いたのが、北野常富になります。まあもうこれはなんでかっていうと、この人が活躍した時代っていうのは、まあ大正時代、まあ含まれてるんですね。大正時代ってまあそういう時代だったじゃないですか。で大正ロマンとかあって、ちょっと大敗的な雰囲気のある女性を芸術のテーマに取り上げて、まあなんか描いたり、まあ文章書いたりとかいうのがあったので、まあまさに、北野常富もそういう風な、絵師で、まあ、そういう風な女性を、アートにまで昇華させたということで、注目を集めた絵師になります。で、まあ、そのイケイケギャンギャンの若い時のまんまずっと行くのかって言ったら、まあ、そういうこともなくて、年齢を重ねるごとにね、だんだん画風っていうのもおもとなしくなっていって、最後ら辺になってくると、すごい洗礼された女性に、画風が変わっていくので、そういった移り変わりを見るのもね、この北野常富の作品を見るところで面白いかなと思います。で、次にご紹介したいのが、島清園になります。島清園。この方はね、北野常富が大阪画壇の美人画の父とするなら、母的存在がこの島清園になりますね。はい。この人はね、めちゃめちゃカリスマ性が強かったんですよ。はい。まあ、当時、美人画家になりたいっていう女性が、増えたのは島清園がかっこよくすぎたからっていう、そういう風な流れがあるぐらい、まあ、めちゃめちゃカリスマ性があった人なんですよ。何がそんなにカリスマ性あったのかっていうと、3つカリスマポイントがあると思います。3つ。まず1つが、鮮烈なデビューだったっていうところなんですよ。デビューが鮮烈だった。
あの当時ね、すでに先駆者がいたんですよ。美人が女性で、美人が描くようというのはもう画壇の中では、全国の画壇の中では、先駆者がいたんですよ。京都の上村松園、まあ、これめちゃめちゃ有名ですよね。あの以前上村松園まとめているので、よかったらそちらを見ていただければなと思います。ちょっと上村松園の方が、パイセンなんですけども、まあ、時代版的には大体似たようなもんですよと。で、東京の方にも、同じように美人画家のデビューしてる人がいたんですよ。それが池田松園になります。だから京都の上村松園と、東京の池田松園がバチバチやってましたよっていうところに割って入ったのがこの島清園なんですよ。はい、大阪からデビューしてきましたよ、私は島清園だっていうことで、おー、なんかすごいの来たね、東京京都だけかなと思ったら、なんか大阪から出てきたぞっていうことで、めっちゃ注目を集めたのがこの島清園で、まあ、3人合わせて、3と33円なんていう風に言われたりするぐらいで、もうそんだけ言われたらめちゃめちゃかっこいいなっていう形で、これがね、一つのカリスマポイントかなと思います。では2つ目のカリスマポイント何なのかっていうと、ほぼ独学っていうところなんですよ。ほぼ独学、まあ、もちろんね、なんかこの人の家ってお父さんもお兄さんもなんか絵に関わる仕事はしてたっていう、まあ、母体はあるんですけれども、それだけなんですよ。はい。で、まあ、北野常富とかにね、ちょっと、まあ、手ほどきというか、わからなかったら、ちょっと聞きに行くぐらいの感じの、ライトな付き合いはあったんですけれども、そんながっつり師弟関係を結ぶっていうところまでいかなかったんですよ。だから、まあ、1聞いて10理解するみたいな感覚で、ほぼ独学で、その画風っていうのを作り上げていったっていう、まさに天才肌やったんですね。めっちゃかっこよくないですか？そんなやつおったらすごいねと思うんですけど、まさにそんな感じやったんですよ。それはまあ、当時の女性からしたら、うわ、セーンさんかっこいいってなって、私セーンさんに弟子CD するファンやしという風になるのも分かるじゃないですか。まあ、ここら辺がね、カリスマポイント引きつけるポイントかなと思います。で、3つ目のカリスマポイントというのが反骨精神なんですね。反骨精神、まあ、この人も、まあ、そんな綺麗な、女性をただ単純に描くっていうわけではなくて、ちょっとメッセージ性の強い作品っていうのをよく描くんですね。まあ、この人の育ってきた環境っていうのは、まあ、花街とか遊郭とか、まあ、あそこら辺界隈で、まあ、育ってきたっていうのもまあ関係して、ちょっと作品の中に、まあ、女性特有の、女性にしかわからない闇の部分みたいなのを、埋め込んだりするんですよ。とか、ちょっと社会テーマをこうなんか扱うような、画風っていうのが結構ちょいちょい入れたりするんですね。っていうのがやっぱ目だったんですね。はい。で、やっぱ当時画壇っていうのは男性社会やったんですね。だから上村松園とかも結構苦労したっていうのを上村松園のところでもご紹介してるんですけども、女性で画壇でまあ活躍していくっていうのはやっぱり相当難しかったんですよ。男性が頑張るよりも、より一倍難しい。まあ変、なんかいろんな目で、色眼鏡でね、見られるからっていうのもあって、やっぱり苦労したんですよ。で、そんな中で、やっぱりね、目立つ作風をバーンって出してると、やっぱね、叩かれるんですよ。はい。で、まあ女、島清もいろんなところに批判がバーンって飛んできたんですけども、島千円は負けないということで、そういうのに凹むこともなく戦ったっていうところでね、やっぱ戦う女性みたいな感じで、この周りの女性からすると、あ、島千円さんかっこええわ、なんか女の気持ちを分かってくれて代表を代弁してくれてるみたいで、私やっぱ島千円さんに、ついていこうみたいな感じで、ファンになるみたいな、そんな感じの、まあ、絵師やったんですよ。だまあ、こういうふうなね、北野常富が父的な存在、で、島千円が母的存在で、この二人が両輪となって、まあ大阪画壇の美人画っていうのを、まあ、牽引していったっていうふうな、そういうふうな攻略ポイントになります。はい。で、次の攻略ポイントが大阪風俗画ということで、まあ、大阪の人々の生活を描いた絵っていうのがまあ人気ありましたよと。じゃあ代表的な絵師誰ですかっていうと、姿手彦になります。姿手彦、この人もね、なかなかの苦労人で、まあ、お父さんがね、なんか陶磁器に絵を描くような仕事をしてたんですよ。で、大阪でまあ買い取ったんですけども、その姿手彦が12歳の時に病で倒れちゃったんですよ。まあ、家計は大慌てで、どうすんねん、お父さん、大黒柱おらないようになったでみたいな感じになった時に、姿で彦が、わかったんだ、僕がお父さんの代わりに絵描く言うて12歳で家業をついて画壇にデビューしたんですよ。別にそんながっつり教えてもらってたわけじゃないんですけども、まあ見よう見まねでちょっとね、落書きしてたみたいな感じのレベルで、そんなに最前線に立ち向かったわけなんですよ。当然売れるわけございませんということで、全然注文が入らなかったんですよ。うわ、どうしよう、やっばーみたいな。で、じゃあ、その映画上手くなるように師匠につくみたいなお金の余裕はありませんということで、どうしようってなったら、もう独学でめっちゃ勉強
強したっていうことやったんですよ。だからまあね、あのなんか本とか見てみたりは古いのを探しに行ったりとか言ってこう見て、あこうするんやってめちゃめちゃスケッチの量とかもう独学でめっちゃ勉強してってなんもで それを即現場でこう生かさなあかんわけなんですよ。これこうかって言って現場でぶつけて、でお客さんからアホがこんなんや買うかみたいな感じがあって、わかりました、次こうしますみたいな感じの、めっちゃスクラップ&ビルドを繰り返してなんとか使い物になるように、適合してったっていう風な、まあ、めちゃめちゃ苦労人やったんですよ。でまあなんとかなんとか、使い物になって、戦えるようになったっていう感じなんですけども、その努力量が半端なさすぎて、あの知識量がねめちゃくちゃすごかったんですよ。だから日本美術とか日本画ってあのただ単純に絵を描いてたらいいですよ、綺麗な絵描いてたらいいですよっていうわけじゃなくて、そのバックグラウンドの知識っていうのも非常に大事になってくるんですね。まあ、そのじゃあその画題はどういうふうな意味合いがあるのかとかもいろいろで知識がなかったらうまいこと書けへんみたいなことがあるんですよ。っていうのでそのめっちゃ勉強する知識量がすごすぎて、学者よりもその知識がすごかったっていうふうに言われてるのがこの姿というか、めちゃめちゃ努力の方なんですよ。努力の人っていう人がおったんですけども、ただね、転機が訪れます。この人、結婚をしたんですけど、この人の奥さんがすごいんですよ。はい、当時、日本全国の中で、3本の指に入る芸妓さんと結婚をしたっていうことなんですよ。すごいね、超アイドルと結婚したってことなんですよ。で当時全然格が違うんですよ。姿っていいこと言うのは、言うても、やっと現場で戦えるようになりましたよっていう風な、まあ言うたら中間クラスの絵師やったんですね。が、全国クラスの、もう女優と結婚しましたよみたいな感じなんで、もう周りからしたら、すげえみたいな感じになったんですよ。だからもう逆玉や、いやよかったな、立彦みたいな感じで祝福されて、そっから、菅立彦の絵も、まあ、また注文が来るようになった、まあ、注目集まるからね、売れるようになったというふうな流れがあるんですよ。ただ、見ときばっかりじゃなくて、残念ながらね、その奥さんっていうのは結構体が弱かったらしいんですよ。うん、なので、ちょっとね若くして37ぐらいだったかな、ちょっと早めに亡くなられてしまったんですね。でまあ姿で引くもううおーってめっちゃ悲しかった。奥さんめっちゃ好きやったから、まあそりゃそうやわね、恩人でもあるから、ね、自分を引き立ててくれた。だからうおーって悲しんだんですけども、まあ、悲しみに浸るばっかりではなくてね、ありがとう、まあ妻にはめちゃめちゃ感謝をして、ありがとうお前のおかげで俺なんとか、一歩高い段階で絵描けるようになったから、それを胸に、より精進していくから、天国で見守っといてくれみたいな感じで、それを糧にしてより精進するようになって、最終的には大阪を代表するような絵師になったっていうふうな、そういう人からなんですよ。だから苦労の人で努力の人で、まあ、そういうふうな人生のなんか、ね、ドラマもあってっていう人が描く大阪の風景っていうのめちゃめちゃこれがねエモいんですよ。なんかね、うん、確かにただ単純に絵がうまいとかじゃなくて、ちょっと人情味あふれるなっていう、なんか姿て彦の、雰囲気が、こう投影されてるような、作品が多いので、これがねまた面白いな、見どころあるなというところなんですよ。であとじゃあ誰どんな人がいるのというと、生田課長っていう、まあ、菅立彦のお弟子さんがいますね。お弟子さん、この人はねパンフレットで作品が紹介されてたんですけども、めちゃめちゃ印象的な青色を使う絵師ですね。はい、天神祭りとか、まあ、海の風景とかを描いてるのをパンフレットで見たんですけど、これがねめちゃめちゃ鮮烈な、こう印象を受けるような、青やったんですよ。うわこれめっちゃええなんちゃうみたいな感じを受けたので、これはねめちゃめちゃ楽しみなんで、僕もね見に行くの楽しみなんですよ。この人はね正直言うと僕あんま知らなかったんですよ。菅立彦は知ってたんですけど、生田課長は初めてなので、それをね見るのがすごい楽しみなので、まあ、皆さんもね注目していただければなと思います。はい、で次の攻略ポイントが南画になります。南画、南画っていうと江戸時代中期以降に日本で爆発的に人気になった絵画のジャンルで、明治時代になると残念ながらちょっと東京ではね人気がちょっと低迷してしまうという形になったんですけども、大阪ではねその人気っていうのはずっと続いてたんですよ。で、まあ、それが母体になって、じゃあ誰がどんな人気の絵師がいたんですかっていうと、森金石っていう絵師がまあ人気があったよということで、まあこの人はね大阪南画の総帥というのあだ名がつくぐらい、まあ、人気があったんですよ。すごいね、総帥ってあだ名つくやつ初めて聞いたけどね、すごいなって感じなんですけども、まあ確かにね僕掛け軸を、まあ修理したりとかする仕事をしてるんですけども、森金石の作品って結構大阪の人とか神戸の人とかから受けることが多いんですよ。っていうので、あ人気があったんだなって、まあ今回の展示会の前からずっと思ってたんですけども、やっぱ人気あったんやっていうので今回改めて再認識しました。まあ、この人の作品とかね、見るのすごい楽しみで面白いかなと思います。であと誰がいたのっていうと、矢野京尊になります。矢野京尊、矢野京尊はね南画は南画なんですけども、ちょっと違った南画になります。
はい、これまで普通のオーソドックスなその江戸時代の流れのずっと続いている伝統的な南画というと、まあ、森金石がそのオーソドックスな画風なんですけども、矢野京村というのはそれにちょっとプラスして、違うエッセンスを加えた新南画というふうな、ジャンルを描く絵師になります。新南画、まあ、西洋画の、雰囲気を取り入れてみたりちょっと画題を変えてみたりちょっと構図を変えてみたりなんかちょっと、変化させたっていうのが今までの南画とはちょっと違って変化させたっていうのが、新南画になります。そういうのを描いたのが矢野京村で、甥っ子さんでね矢野哲山っていうのもいらっしゃるんですけども、この方も大阪で活躍したこの二子市で活躍したような絵師になります。で今回はこの矢野京村矢野哲山の作品が見れるんですけども、めちゃくちゃ面白いですから、両注目です。特に、ね、あの矢野京村は那智の滝の絵を描いてるんですけど、このズドーンって描いてるこの構図は南画ではなかったなっていうような作品なので、これがまず面白いなっていうのと、矢野哲山に関しては、めちゃめちゃでっかい作品が展示されるっていう情報をチェックしております。はい、めっちゃでかい、僕の何倍分ぐらいあるのっていうようなクソバカでっかい作品が展示されるっていうのを、情報で仕入れておりますので、これを見るのもめちゃめちゃ楽しみにしております。なので皆さんもね、楽しみにこの2人、注目していただければなと思います。はい、で南画ってそもそも何なんっていう方は、以前ね南画についての切り抜き動画っていうのを出しているので、そちらをご覧いただければなと思います。まあ、7分ぐらいでまとめてますので、南画は何なのか、で南画の歴史どうなのか、なんで明治時代になったら東京では、南画の人気が下がっちゃったのっていうのをまとめてますので、よかったらそちらもご覧になっていただければなと思います。はい、で4つ目の攻略ポイントが四条派になります。四条派、四条派っていうのはもともとは京都で生まれた一派だったんですよ。でそれのもっと大元はもともとは丸山派っていう丸山王家が作った、画派だったんですね。丸山派がありましたよ。でこの丸山派っていうのは、写実を、まあ、すごい重きを置いた、一派になります。写実、まあ、リアルに描くよっていうので、それにちょっとポエミックな要素をもうちょっとプラスしようぜっていうのが、四条派でやったんですよ。だから四条派っていうのは写実プラスポエミックっていう画派だったんですね。これが、江戸時代終わりから、まあ、明治時代ぐらいにかけてめちゃめちゃこう人気になった、京都で人気になったよ、一世を風靡しましたよっていうあの画風やったんですよ。が、当然大阪にも入ってきましたよと、陸続きやから入ってきましたよっていうのが、この四条派なんですね。で、入ってきたんですけど、そのまんまではなかったんですよ。大阪に入ってきた四条派っていうのは、それは、どういうふうに変化したのかというと、より抜け感を大切にするあっさりとした画風にちょっと変化したというのが大阪の四条派になります。はい、まあ、言うてももともと四条派っていうのも抜け感を大切にしてるんですよ。あっさりしてるっていうのが多いですよ。色彩にしても構図にしてもあんまりごちゃごちゃ描き込みすぎないで、あっさりとした薄味っていうのが特徴なんですね。まあ、京都にしても大阪にしても、床の間にかけて毎日鑑賞するのに、そんなゴテゴテの色彩がめっちゃ強いのを毎日かけとったら、いや嫌だわほほほみたいな感じの、まあまあそういう文化なんですよね。だから薄味で、ちょっとシャレ落ちで抜け感があるのがええなというふうなのを大切にしてたので、それがまあ大阪に入ってきてもより強固になって、あっさりとした画風というのが、人気になりましたよと。はい、じゃあどういうふうな流れがあったのかっていうと、2つの大きな派閥がありました。2つの大きな派閥、まず最初が西山派という、まあ、西山さんがやってた西山派になります。はい、西山宝円と西山寛永という親子がやってたんですね。この2人っていうのも、まあ、もちろん四条派、まあ、ザ・四条派みたいな感じなんですけど、やばいね、ちょっと抜け感があるというか、色彩に関してもちょっと、あ、なんかちょっと大阪っぽいのシャレオツやなみたいなことを感じれるような、親子になります。この2人が、活躍してましたよと。でもう一つが深田派になります。深田派、深田直条という方が、まあ、中心となった派閥になりますね。で深田直条はね、当時で言うと本当に売れっ子作家ですね。人気の作家で、今でもよく本当に、まあ、さっきの森金石じゃないけども、要修理とか、そういう風なので扱うことがある、作家になります。人気やったんやなというのがよくわかります。確かに、まあ、いい絵を描きますね。なんか、いろんな得意ジャンルがあったみたいなんですけども、全体的に何でも描けるなという風な印象があります。本当、まあ、現場でめっちゃ書きこなしとったんやなというふうな印象を受けるような絵師になります。で、それの、お弟子さんの平井直水という方も、まあ、活躍してましたよと。この人もね、なんかいろいろ書くみたいなんですけども、得意画は、クジャクやったらしいですよ。クジャク。はい、でこの人のクジャクは別にあっさりとはしてないな、結構色強いなっていうイメージなんですけども、まあ、そういうふうな方も活躍してましたよということで、こういった、四条派の攻略ポイントになります。
はい、いかがだったでしょうか。今回は近代大阪画壇攻略の4つのポイントということでご紹介させていただきました。まあ、これをベースに、大阪の日本画という展覧会、まあ、2023年上半期注目の展覧会を、楽しんでいただければなと思います。で、まあ、大阪の後、東京でもやりますので、この動画がね、参考になれば嬉しいなと思います。で、これは私も行こうと思っているので、またね、レポ動画も含めてご紹介させていただこうと思いますので、楽しんでいただければなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関する様々な情報を発信しております。今回みたいに注目の展覧会の予習動画っていうのも出しておりますので、2023年はなんだか私チャンネル登録者数1万人を超えたいと思っておりますので、今回の動画が良かったなと面白かったなと思われる方はぜひチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。